ロリス・レジアーニは、イタリア・フォルリ出身の元モーターサイクル、ロードレースライダー。ロードレース世界選手権で、主にアプリリアのマシンを買って活躍した。イタリアの国内選手権と並行して、1980年からミナレリのマシンで、ロードレース世界選手権 125cc クラスに参戦を開始する。デビューイヤーに初優勝を遂げ、5回表彰台に立つ、活躍を見せた。 翌1981年にはシーズン2勝アンヘルニエトに次ぐシリーズランキング2位の成績を残した。1982年には最高峰 500CC クラスにステップアップし、ロベルトガリーナのチームで鈴木 RG ガンマ500を買った。しかしホッケンハイムで3位表彰台に立った以外は満足な結果は残せず、1984年には250。 cc クラスに戻ることになった。1985年には、この年からグランプリに参戦を開始した、アプリリアのマシンを買った。ロータックス社製のエンジンを搭載した、このマシンで、レジアーには2度表彰台を獲得、シリーズランキングは6位と、参戦初年度としては、良好な成績を残した。そして1987年、第12戦ミサノで、レジアーにはアプリリアに、 グランプリ初優勝をもたらした。イタリアのメーカーのマシンに乗ったイタリア人が 250cc クラスで優勝を果たすのは1979年にグラツェーのロッシュがモルビデリで勝って以来のことだった。その後、レジアーには1989年にホンダに乗った以外は一貫してアプリリアに乗り続けることになった。1992年が レジアーニにとってのベストシーズンとなり、13戦中2勝、10戦で表彰台に立つ強さを見せ、ホンダのルカカダローラに次ぐシリーズランキング2位の成績を収めた。翌1993年にもアプリリアのエースライダーとして、ヤマハの原田哲也、ホンダのロリス・カピロシとタイトル争いを展開し、シリーズ3位に入った。1994年から、 レジアーには 500cc クラスに復帰し、アプリリアの V ツイン 380cc マシンを借ることになった。初年度は開発不足で苦戦したが、翌1995年にはコンスタントにポイントを獲得し、500cc4 気筒税に割って入るシリーズランキング10位という成績を収めた。レジアーにはこの年をもって現役を引退した。 引退後はイタリアでのモートジッピー中継でコメンテーターを務めると、ジャーナリストとしてグランプリに関わっている。ありがとうございます。